今からファンとの皆さんとの交流会です。30秒 AKB コンサートみたいな感じで握手して決まっちゃう。それではしっかり行け、決まっちゃう。フォルテです。本日、昨日なんですけども奈良県でおしゃべりムキムキコンサートがありました。たくさんの方に来ていただいて満席でした。ありがとうございました。でね、今回演奏会でさまざまな差し入れをいただいたので、そちらの方をご紹介させていただきたいなと思いまして、それでは早速やっていこうと思います。まず1品目、こちらこれはね、まあ、僕の古き良き友達なんですけど、まあ置いといて、これはね、かなり可愛いです。今後はね、この格好をして演奏したいなと思いまっちゃ。はい、次、車の中にじゃーん、これは何ですかね、ステレラカレーション、お菓子でした。ありがとうございます。この形、みんな見たらわかるかな、ハリーポッターの百味ビーンズの形に似てますね。ありがとうございます。次、ラーメン、つけ麺、あ、イケメンです。ありがとうございます。ラーメンが入ってました。服をいただきました。手紙が書いてます。息子さんと同じパーカーになるそうです。これから秋になるので、秋のシーズンこれから来て撮影とかしてみたいなと思います。ありがとうございます。じゃん、鍛えたら飲めプロテイン GNSカフェオーレ筋肉が成長する、いただきましょう。カフェオーレのいい香りがプンプンしますね。ありがとう、これは嬉しい。本当にたくさんいただきありがとうございます。タオル、今治タオル、思い出がいっぱい詰まってます。僕は愛媛の大学だったので、ありがとうございます。懐かしいな、これ水野や、よく野球やってた時このグローブ使ってましたよ。次、これはなんだ、カレンド、なんか美しい食べ物ではない、このガラスの楽譜置きみたいなやつ。あれだ、じゃあこれレインボーライム、ラムネ、これラムネ結構僕好きなんですよ。京都の方結構前もいただいた時にね、ラムネってもしかしたら特産品なのかな。あれだ、じゃあポロテックとの出会いに感謝、プロテインが入ってます。あれだ、じゃあよいしょ、これなんだ、大きな大きな箱じゃ。顔面ふきふきタオルです。見てください、これ顔面ふきふきタオルです。ペーパーがたくさんありますせ、顔面ふきふきタオルです。ありがとうございます。これはね、今の撮影中に使いたいなと思います。顔面ふきふきタオル、やつい、あん、いい香り、顔面ふきふき、顔面ふきふき、あ、早く、これ使い方結構得意なんです。こうやってね、広げるじゃないですか、あれを、うわぁ、うん、うわ、あ、さっきひげ剃ったから結構痛いぞ。こうやってね、脇もしっかり拭きましょう。こうやってね、ヒンヒンみたいな感じでね、すっきりします。あぁ、えい、手紙をいただきまっちゃ、こちら、これは何の箱だ、おぉ、スイーツ、アルダちゃん、そして手紙を、アルダちゃん、おっと、こちらはプロテイン、ありがとうございました。そしてチーズ、おいちそう、はい、チーズおいちそう。そして手紙、アルダちゃん、アルダちゃん、はい、こちらそうめん、
ありがとうございました。そうめんはね、カロリーが低いんでね、かなり素晴らしいです。わさびピーナッツ、これはプロテインとものすごく合いそうですね。いただきまっちょ。あらちゃ。はい、次、まさかの HMB アミノプロテイン、アミノパワープロテイン HMB とはさすがですね。あらだちゃ。HMB もらえるとは。 HMB は体の筋肉を助けてくれるそうです。まあ、まだ僕まだ飲んだことないので早速飲んでみたいなと思います。あらだちゃ。そしてその中に手紙をいただきました。あらだちゃ。温泉、僕ね、なかなか温泉に実家に住んでたら行かないので自宅で使わせていただきます。あらだちゃ。はい、こちらカレーですね。あらだちゃ、たくさんカレーいただき、あらだちゃ。はい、次、ハーブティー。あらだちゃ、これはもうね、お茶の香りをね、僕の体中にまぶしてピアノを弾いていきたいなと思います。あらだちゃ。ゴディバカカオうまっちょ。あらだちゃ。エビせんべい、ありがとうまっちょ。皆さんたくさん本当にありがとうまっちょ。うまっちょですね、これ多分。次、なんだなんだかオシャンティーな、ジュンジュン、クッキー、ありがとうって感じですね。このね、2つはちっちゃい女の子がくれました。シミュレーション始めます。トルテさん、あげまっちょ。ああ、ありがとうございまっちょみたいな感じなのね。ありがとうございまっちょ。お風呂にも入れることができるので、たくさん体をこれでゴシゴシ洗わせていただきます。ありがとうございまっちょ。はい、こちら味噌卵、味噌煮卵、わー、タンパク質、そして味噌手羽、うわー、上品なタンパク質、うまそう、あれでもちょ。はい、そしてこれが男の本気飯、いいですね。もう一個の方のチャンネルでね、多分おばあちゃんとね、これからちょっと料理とかを一緒に出していこうと思ってるので、いろんなおばあちゃんと企画をね、おばあちゃんにぜひこれを使って料理していきたいなと思います。まな板もおばあちゃん家に寄付したいと思います。料理頑張ってねって言われたのでね、頑張っていきます。おばあちゃんと一緒に頑張っていきます。あれだちゃ。ラーメン屋、家、は、三つ葉、あれだちゃ。これはラーメンうまそうですね。あれだだです。はい、たくさんの手紙ありがとうまっちょ。ちょっとね、いくつか読ませていただきまっちょ。それではフォルテ君へっていうので、じゃんじゃん、まっちょ、これはね、嬉しい、かわいいね、あれだちゃ。よし、次、あ、素敵なお手紙。ありがとうマッチョ。これまた後でじっくり読ませていただきます。いいね、アカウント名とか書いてくださる方がいたのでね、やっぱそういうのでね、やっぱしっかり誰が誰なのか分かるので嬉しいっす。あ、どっちょ、みんなたくさんの思い出をね、ありがとうございます。でね、やっぱたくさんの手紙を読ませていただいて、ピアノを再開したっていう声がものすごく多くて、僕は嬉しいでございますよ。なぜかと言いますと、皆さんのね、まあ、ピアノをね、再開させるきっかけとなった人物であれるってことがものすごく嬉しいです。っていうのも、僕も結構一時期ピアノをやめてたりとかしたのでね、その関係でいろんな人に支えてもらってピアノを今続けてこれることができたので、そのね、少しでもね、皆さんにね、影響を与えて再開上げできたっていうのはね、もう僕がやってる活動としてはものすごく嬉しいので、これからもどんどん皆さんピアノを再開させてもらいたいなと思ってくれちゃう。皆さん一緒に僕とピアノを頑張っていきましょう。皆さん、たくさんの差し入れ、お手紙ありがとうございますちょ。嬉しく保管させていただきます。たくさん食べます。太らないように頑張りますちょ。皆さん、ここまで見てくれてありがとうございますちょ。今後もね、ちょっとね、これからね、ちょっと演奏会今年中は多分開かないと思うんですけども、来年に向けてね、いろんなグッズを作っていこうと思ってるので、演奏会に持って帰れるような皆さんにね、喜んでもらえるようなものを作っていこうと思うので、そのね、開発に向けて少し頑張りたいなと思っておりますちょ。まあ皆さん、演奏会は、まあ今後も絶対開きますので、まあこれからね、YouTuber として活動していくんですが、演奏会はね、開いていこうとは思っておりますので、皆さんその時はぜひお越しください。それでは、ありがとうございました。
見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって、なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ソソマッチョ、マッチョますますボーイ、マッチョ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 が大好きで。